認めよう。我らもまた人間。皆さんこんにちは。 SF 大好き、ガトランティス艦隊大好き、ジャパンサイファイの J です。でも本当は地球艦隊の方が好き。皆さん白色彗星帝国大好きですか？その総戦力は1000万隻、やばいですよね。今日はガトランティス艦隊を全て解説します。そしてガトランティス戦力がどれだけやばかったのか絵を使って解説していきます。お楽しみに。一番最初に解説するのは、そうもちろん白色彗星帝国。白色彗星帝国は直径14万 km の超巨大天体、大宇宙を回遊し価値のある星々を回収する戦闘種族ガトランティスの母星、またの名を帝星ガトランティスとも呼ばれている。その直径はなんと木星レベル、地球の11倍の直径を誇る。さらに上の部分には天守閣と呼ばれるエリアがあり、ここの部分だけでも地球並みの大きさを持ちます。さらに白色彗星帝国は18本の鍵爪を装備、プラネットキャプチャーと呼ばれる他の惑星を捕獲、自らの戦力や材料とする能力を持つ。さらに内部には1000万隻の艦艇が内蔵されていて、中でも凱旋岩兵器群と呼ばれる艦隊戦力が植物のように生えているなど、圧倒的な戦力を作り出す力がある。シャフトの門をはじめとして白色彗星帝国全体がアケーリアス文明由来の兵器であることを示している。白色彗星帝国の持つガトランティス艦隊がその攻撃力として機能し、防御面は波動砲の一斉射撃を無力化する強力な防御フィールド、さらには艦隊を吸い込んで砕いてしまうほどの超重力発生など、さまざまな能力が恐ろしい、まさに滅びの権限。お次に紹介するのはガトランティス艦隊。まず紹介するのはメダルーサ級殲滅型重戦艦。ガトランティスグリーンとホワイトが特徴的な重戦艦。その特筆すべき武装は火炎直撃砲と呼ばれる強力なエネルギーそのものを空間転移させて敵の思わぬ角度や距離から攻撃できる能力。ガミラスのゼルグート級ですら側面から攻撃されて一撃で沈むレベルのチート兵器を持っていますね。全長505メートル、火炎直撃砲の他に多数の主砲と副砲、魚雷発射管を装備しています。また以降のガトランティス艦艇に共通して和銅砲塔が装備されていますね。非常にトゲトゲした艦影が特徴的なメダルーサですが、火炎直撃砲が艦隊戦においていかに有効かは2202や星巡る箱舟で証明されていましたよね。主砲の射程が艦隊戦において重要なファクターですが、火炎直撃砲は自らの攻撃方向や射程を無視して攻撃を送り込むことができる。あのゼルグートでさえ一撃で撃破されるほどの高威力、さらにはガトランティスはメダルーサを量産してくるのだから恐ろしい戦力ですよね。さらにこのメダルーサ級は地上戦艦にも改造することが可能で、メダルーサ級海、ヘルベスティアなどはテレザート製の地上で活躍、ヤマトの空間騎兵隊と交戦してましたよね。火炎直撃砲を地上で使われたら本当にたまらないです。ガミラスの反射衛星砲の上位互換に思えるんですが、どうなんでしょうか。さてお次はナスカ級打撃型空中母艦、ガトランティス機動部隊の主力空母。艦の上面には艦載機発射区画が存在しており、発進カタパルトと格納区域を持つ。先端部分が尖っていてスマートな船体の上に艦載機発射区画を持ちます。船体各所にはガトランティス伝統の和銅砲塔を装備、艦載機としてデスバテーターを24機搭載可能、全長334メートル。続いてラスコー級突撃型巡洋艦はガトランティス艦隊の中核をなす戦力だ。フラットな胴体の各所に和銅砲塔、魚雷発射管、量子魚雷などを装備、小型ながらも高い火力を持つ艦だ。巡洋艦として多数の魚雷、ミサイル発射管を持ち、艦橋の根元にも多数のミサイル発射管を装備。船体の先端部はくちばしのようになっているのが特徴的だ。さあどんどん行くぞ。次はククルカン級襲撃型駆逐艦。こちらはガトランティス艦隊の中でも特に機動性の高い艦だ。敵艦に接近し至近距離から大火力を叩き込むのがコンセプト。ラスコー級と同じくフラットな船体に多数の和銅砲塔を装備、特にククルカン級と和銅砲塔は相性が良く、大量のビームを乱れ打つというコンセプトの和銅砲塔は近距離戦闘を得意とするククルカン級とマッチしている。続いてやってきたのはゴストーク級ミサイル戦艦。こちらのミサイル戦艦はガトランティスの懐刀として機能する。大型のミサイルを装備したこのミサイル戦艦は敵艦隊への必殺兵器や惑星への重爆撃に利用され、まさに一撃必殺の威力を持つ。ゴストーク級の監視部分に装備される2つのアタッチメントはミサイル以外にも揚陸ユニット、弾薬ユニットなどを装備、戦場に応じた武装に切り替えることができる。
またミサイル戦艦の名の通り、大型ミサイルの他にも小型ミサイル発射装置を多数搭載、艦首部分にも巨大なミサイルを装備している。全長は312メートル。後期型ゴストーク級は追消滅ミサイル、通称破滅ミサイルを装備し、攻撃力が劇的に向上した。我らがアンドロメダ艦隊を爆殺した憎きミサイルだ。お次はガトランティス艦隊を支える艦載機、広角攻撃機デスバテーター。ガトランティス艦隊の主力航空機、広角攻撃機であるデスバテーターは、デバステーターとよく間違えられるので、皆さんは間違えないように。ガトランティスの主力攻撃機として、全長16メートルの機体に大量の武装を積んでいる。機銃8門、空対空ミサイル6発、対艦用大型ミサイルを装備、3名で操縦。アポカリプス級、ナスカ級から出撃し、地球艦隊に大きな打撃を与えた。黒いバリエーション機体も存在するぞ。私がパイロットだったらデスバテーターあまり乗りたくないですね。コスモゼロ、コスモファルコンのようにシュッとした機体に乗りたいですね。全国のデスバテーター愛好会の皆さんには事前に謝罪しておきます。さて、お次の艦載機はニードルスレイブ。読んで字のごとくハーリーの奴隷。個人的にはガトランティスで一番かっこいい兵器。いけ俺なのニードルスレイブ。ガトランティスが捕獲したガミラスの奴隷科学者から得た機械貨幣の技術をコピーして作られた兵器。ブレード型の巡航形態から展開し、空中を浮遊する歩兵として機能する。特筆すべきはその攻撃力で、長大な針を射出し、戦闘機や空間機兵の装甲はやすやすと貫通する。ガトランティスの揚陸兵器としても使用可能で、魚雷発射艦から打ち出され敵船に乗り込むなども可能。とにかく大量に生産され、ヤマト最終決戦仕様の装甲を貫通するなど大きな活躍を見せた。さて、最後は皆さん大好きこちらの凱旋丸兵器群。一発目はカラクルム級戦闘艦。凱旋丸兵器群カラクルム級戦闘艦はガトランティスの主力戦艦として全長520メートルの超大型を誇り、その全長はアンドロメダを100メートル近く上回る。大型戦艦としての火力は当然ながら、雷撃旋回砲と呼ばれる特殊兵器を装備。雷撃ビットを多数展開し、リング状に放出、ビームのシャワーを継続的に放ち続けることができる。その威力は地球ガミラス連合艦隊を圧倒するほどだ。さらにはインフェルノカノーネや数十万のカラクルム級が集合し作り出す惑星破壊ビーム、通称レギオネルカノーネを放つこともできる。カラクルム級の強みは複数揃った場合の連携であり、艦隊として火力を何乗にも向上させることができる。非常に強力な戦力であるが、白色彗星帝国の内部では大量に生産されており、数十万隻レベルを使い捨てにできるだけの余剰戦力を常に確保している。またメーザー提督専用艦として白いバリエーションも存在する。お次の凱旋丸兵器群はアポカリプス級空中母艦。地球侵攻を目的として新しく開発されたアポカリプス級空中母艦は、全長1240メートルを誇る超大型空母だ。ヤマトの4倍の大きさを誇り、ガトランティスの攻撃機であるデスバテーターを600機搭載。さらにはイーター1も80機を搭載することが可能。ガトランティス戦力の中でも随一の体力を持ち、船体の上下には超大型の発進カタパルトを備える。大量の艦載機を持つが、発進時には上下のカタパルトを回転、遠心力を使って艦載機の発進を加速する機構を持つ。船体各所には大型の和導砲塔を多数搭載、監視部分には大型の障害物破壊用ビーム砲を持つ。とにかく大型で、2202時点の地球、ガミラス、ガトランティスをとっても最大級の戦闘艦だ。そしてガトランティス凱旋丸兵器群の大鳥はこちら、自滅攻撃艦イーター1。凱旋丸兵器群の一つ、地球の波動防壁に対抗するために開発された全長135メートルの巨大な剣のような見た目を持つ。波動防壁中和システムを搭載し、ドレッドノート級の波動防壁ですらたやすく貫通する。監視部分の剣には短分子カッターを装備、さらに本体側には和導砲塔が搭載され、敵艦に突き刺さった後も近距離から砲撃を打ち込むことができる。自ら突き刺さって切断と砲撃ダメージを与えるのが主で、自爆機能は備えていない。地球防衛戦ではエンキラドゥス、土星沖、火星沖で多数の地球ガミラス連合艦隊を沈めた。中にはノイバルグレイやアンドロメダ級を沈めた個体も存在する。スレイブニードルに次ぐガトランティスの恐怖兵器だ。
さて、以上がガトランティス戦力すべての解説でした。もし漏れていたらコメント欄で補足してくださいね。さて、お次は今日紹介したガトランティス戦力がどれだけヤバいのかをお伝えしていきましょう。まずはこちらが地球のサイズ。青い美しい綺麗な星です。そして地球艦隊は約1万隻だと仮定しましょう。そしてこの米粒一つが1000隻あたりだと思ってください。この米粒が10個あるので地球艦隊は1万隻あります。ではガトランティスはどれぐらいのサイズなんでしょう。まず白色彗星帝国は木星サイズなのでこちらにドン。超巨大ですね。まさに木星が地球に迫っているという恐怖です。しかしただの木星じゃないんですよね。武装した恐怖の木星サイズの物体で、その腹には1000万隻の艦隊が。地球艦隊1万に対して1000万隻並べるとこうなります。これはもう勝ち目がないんですよね。もうやばすぎますよね。これに対してアンドロメダが弱いとか、波動砲艦隊構想は無駄だったとか、時間断層はチートだったとか言ってる場合じゃないんですよね。時間断層を使ってこの戦力差なので、時間断層がなければ地球は秒殺されたんですよね。そしてヤマトやアンドロメダもよくこの戦力差をひっくり返しましたよね。特に MVP はヤマト最終決戦仕様に登場していた葛城桃子だと思います。彼女のおかげで1000万隻の一部をひっくり返して中央突破できたので、 MVP は間違いなく彼女ですね。今日はガトランティスの圧倒的な戦力と艦艇を解説しました。皆さんが地球の司令官だったらどうやってガトランティスを迎え撃ちますか？私だったら、そうだな、出雲計画を秒で発動しますね。とっとと地球から逃げましょう。あるいは妖精ゴラスみたいに地球にエンジンを設置して地球ごと逃げちゃうのがいいかもしれませんね。いやでも白色彗星帝国のことだから追っかけてくるんでしょうか。今日のような動画をもっと見たいと思ったら、ぜひライク、コメント、チャンネル登録お願いします。このチャンネルでは宇宙戦艦ヤマト、他のサイエンスフィクション作品のメカバトルの解説考察を短い時間に凝縮して皆さんに配信していきます。今後皆さんが楽しめる内容を続々配信していくので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援してくださいね。 Twitter もやっていますので、ぜひ飛んでいって最新の SF 情報トリビアお見逃しなく。それでは次の SF でお会いしましょう。